これは効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。痩せるために運動やストレッチ頑張ってると思います。もっと簡単なのがマッサージなんです。ただ一つ、このマッサージはなかなか痩せられません。今回はその中間である動的なストレッチ、うつ伏せツイストを紹介していきます。通常のストレッチというのはゆっくり筋肉を緩めて伸ばすだけ。動的ストレッチというのは伸ばして戻してっていうことを繰り返します。戻すときには筋肉を使ってるんです。筋肉を使って次に緩めて伸ばすってことを繰り返すのが動的ストレッチなんです。ある意味有酸素運動に実は近いのに、半分はリラックスできるストレッチ効果があります。マッサージよりも痩せる、ストレッチよりも痩せる運動になるんです。ウエストのくびれができる、足が細くなる、私はぴったり、僕は気にならないなって思った男性もですね、今回のメニューはお腹を薄くすることもできる効果があります。今日も一歩前進しましょう。まずは準備運動をしましょう。太ももとウエストをひねりますんで、まずは正面で使っていきます。寝たままで足の力を抜いて持ち上げます。少し開いていきます。これで上体を起こして、まず30秒キープしてみましょう。いきます、スタート。ただこれでキープするだけ。息は長く吐いた方がいいです。これでまずお腹と太ももをちょっと使ってみましょう。その方がこの後伸ばすときによく伸びた感じがわかります。まずはキープ、上体をねしっかり起こしてください。ぐーっとねお腹引っ込めて、よし、はい、 OK。今度は足を閉じて上体を起こしてこのままキープ、いきましょう、スタート。しっかりお尻を締めてね、上体を起こして、起きすぎてもいけないけどできるだけ起きて、お腹を締めたままキープ、頑張ってください。よーし、お腹がねだんだん疲れてくるんで、その方がねよく伸ばされます。あー効いてきた、うおー腹に効いた。それではうつ伏せになってやっていきましょう。スマホは顔の前を置いとっていいです。まずは右足を曲げる、戻すってことを30秒繰り返します。これができないとツイストができません。いきましょう、スタート。こういう感じ、足を持ち上げて一回下ろす、戻す。最終的には足を下につけずに行っていきます。これがね、足上がんないよって人は股関節が硬かったり中臀筋がね弱い証拠です。これでしっかり鍛えるとね、プリッとしたお尻が作れます。はい、 OK。 それでは反対もいきましょう、スタート。こういう感じ、できるだけね足は上に持ってきて、上半身は寝たままでもいいです。スマホ見ながらでもいいです。枕の上にね寝たままでもいいです。とにかくね足を上げて下ろす、上げて戻す。はい、 OK。 次は肘ついたまま、このまま足を抱えて後ろに持っていく、抱えて後ろに持っていくってことを繰り返します。スタート。体をね少しね横向いてもいいです。しっかりね足を後ろに持っててくださいね。これで腸腰筋、前ももが伸ばされながら腹筋使って、横の腹筋もしっかりね使ってるんで、こっちから下が全部鍛えられます。はい、 OK。 それでは反対いきましょう、スタート。しっかり抱えてね後ろに持っていく、こういう感じでねしっかり抱
抱えた後ろに伸ばす。これだともう一種目で終わりですからね。よっ、しっかりね、これもね、腹筋がね使われてますんで、よし、 OK。 ラストはちょっと辛いですが頑張りましょう。プランクの状態から足を動かします。ラストスタート。もし辛くなったらね、途中でね下降りてもいいです。動きはゆっくり。体が少しずつねずれると思うんで、肘をね動かしていいです。だんだん下に下がっていくと思います。しっかりねお腹周り鍛えられます。 OK。 反対ラストいきましょう。頑張っていきます。スタート。しっかりね腹筋使ってひねって使って伸ばして、どうですか皆さん。ちょっとこれはね上級向けですけど、やることによってね鍛えられます。よし、うりゃうりゃ、うおー、効いた。お疲れ様でした。どうでしたか皆さん、うつ伏せツイスト最後までできたよ、できなかったよっていうのはグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。